食べ物で寿命は変わる生まれてこの方50年以上野菜を食べたことがないという男性が相談に来たどうして野菜を食べないのですか赤ん坊の時離乳食に野菜を入れると途端に戻すということを繰り返したらしく以来母親は私に野菜を食べさせなかった大きくなっても 野菜を口にすると気持ち悪くなり吐いてしまう。だから、生まれた時からずっと野菜を食べたことがない。ご飯お米はどうですか米は野菜ではないので、穀物はどれも食べられます。一緒に同行した奥さんは言う。結婚して、私もなんとか普通の食事ができるといいと思い、いろいろ努力はしました。でも、 どうしてもダメでした。おかずは肉と魚ばかり。それしか食べられないのだから仕方なかった。この相談を受けた半年後、彼は帰らぬ人となりました。死因は膵臓がんでした。10年以上前でしょうか。テレビ番組で紹介されたイヌイットの生活。ノンフィクションのひかみ世界、怪獣を、食料として毎日を暮らす人々。 偶然、そのテレビ番組を見ていた私は、家族で、美味しそうに、アザラシの肉を口に入れるシーンを印象的に記憶しています。その時の解説者は、ところで、彼らの寿命は、私たち日本人のおよそ半分、30歳代の後半だと言いますと話していました。別な件ですが、1920年のこと。 インドでオオカムに育てられた2人の子供がいました。その話を知った時も衝撃的でした。小さな村の外れで、得体の知れない動物が出没するという騒ぎがありました。相談を受けた1人の牧師が、真相を知るために、鳴き声のする林の奥で見たものは、原因とおぼしきをイノスから拾い上げたのは、なんと人間でした。しかも、 1>, 1歳と8歳ほどの少女。メスのオオカミが彼女たちの母親代わりをしていたという前代未聞の出来事でした。牧師は直ちに二人を家に連れ帰り、その日から養育することになった。彼女たちの好物は精肉。鳥の内臓などは手を使わずに食べてしまうという。牛乳は器を手で持たないで。 置かれた器に口を突き出し飲むのだそうだ。発見された時、幼い子供だというのに、顎の骨が異常に発達していたと言います。これも食行動の影響でしょう。結果的に、妹の方は1年後に、姉は8年後の推定16歳で亡くなっています。死ぬまで、ついに、オオカミの習性は抜けきらなかったそうです。 日本は今長寿の時代平均寿命が延びたと言っても現在80歳の人は80年前に生まれ育った人であり今の若い世代やこれから生まれる人が長生きするとは限りません先に示した件は珍しい事例かもしれませんがいずれにせよ食行動で寿命が変わるということだけは言えそうですそこで私たちは 何を食べるべきかどれぐらいどのように食べるべきかを考えてみましょうその前に知っておきたいことがあります動物としての人間が今日まで何をどのくらいそしてどのように食べてきたかですこれまで所々で人類の歴史を垣間見てきましたが人類の食について具体的に考えてみましょう